大丈夫だよ、ソラミ。僕が君のレゾンデートルを見つけよう。君が迷わぬよう、僕が責任を持って君を導こう。僕は君を苛む者から君を守ってみせる。いや、そういうつもりではなかったのだが。ともかく僕に任せてくれ。僕は君のそばにいるから。わかった。刹那がそう言うなら安心かな。信じていいよね。待ってるよ、刹那。刹那のことずっと待ってる。いかがでしたか？ソラミが無事だということが分かった。感謝する。いいえ、これも天使の義務ですから。義務か。君も過去を滅ぼそうとするのか。さあどうでしょう。ただ過去の世界が不要になりつつあるというのはあの方の言う通りでしょう。どうしてそう決めつける？あの方がそう決めたからです。震災によって荒廃した世界を立て直すよりは一から創造した方がずっといい。理にはかなっていると思いますが。想像はそんなに簡単なものじゃないだろう。そうでしょうか。役割を与え配置するのは前回と一緒ですから。そのまま踏襲するのか。さあどうなるかは私にも分かりませんね。確実なことはただ一つ。新しい世界を創造するにはこの世界を完膚なきまでに滅ぼさなければならないということ。させるものか。ええ、それが全くの無駄な努力だと理解するまで抵抗はどうぞご自由に。では、私はこれで。うん、大地の章、宇宙の章、共に完璧。今からこの本を展開する。その上で誰もが忘れた、誰もが求める存在の名前を探す。誰も名前がわからないのに探せるものなのか。名のある天使の項目を一つ一つ漁っていくという方法がいいと思う。確かにそうですわね。では開く。アルキストラテーゴスことミカエル、我々天使すべての王さ。彼ではないな。
大天使ガブリエル、彼でもないだろう。大天使ラファエル、それに大天使ウリエル、彼らでもないな。みんな覚えている。うん、彼らではない。彼だ。彼のことを忘れているはずがない。彼のことを思い出さないはずがない。もし今までそうだったならば。そうだな、我々は故意に忘却させられていたと考えるしかあるまい。小さき神、銃の恩寵と136万5千の祝福、72枚の翼と48の宝石を持つ最高位の天使。メタトロン。全て思い出した。なるほど、かの大天使であるなら世界を創造することも容易だろう。神に最も近いメタトロンならば。僕は力関係まではよくわからないのだが、ミカエルより強いのか。ミカエルはもちろん強い。大将軍の名を冠しているのは伊達ではない。だがそれはあくまで軍団としての強さ。単体で考えた場合、ミカエルが勝てたかどうか。正直に言おう、勝ち目はない。少なくともまともに戦って勝てる相手ではない。でも勝たなくては滅ぼされるのでしょう。滅びが彼の意志なら仕方ない。いや、私としては抵抗する気ではあるが、なんというか玉砕覚悟であることは否めない。ならば未来に屈するのか。ラジエル、ここで僕たちが屈したらどうなる。彼は新しい世界で古い世界を塗りつぶし神になるんだぞ。そんなことは分かっている。彼ならやってのける。造作もなく新しい未来を作っただろう。でも私にはそれを否定する権利がない。だってそうだろう、パンドラは崩壊した、
天使も悪魔もほとんどが消えてしまった。私には新しい世界を作ることなど不可能だ。だから それでも僕たちは未来を否定しなきゃならない。あの天使の作る未来はどう考えても最悪だ。それに関しては私も全面的に賛成です。この世界に未来は必要ありません。いずれにせよ俺たちとて滅びたくはない。最後まであがくしかないか。ラジエル、確かにメタトロンは強大だろう。勝てる相手ではないかもしれない。それでも戦わなくてはならない。全員の意見が一致したところで、ひとまずこれからどうするべきだと思う。俺たちは巡礼に戻るつもりだが。問題はそこがメタトロンの領土となっている可能性が高いことです。しかし、となると本来の主はどうなった？殺され。言わないで。いや、殺された可能性が高いだろう。そうだな。僕がメタトロンに連れ去られた場所には本当に何も存在しなかった。あれはひょっとすると作りかけの天国だったのかもしれない。ふん、だとするならばやはり行動を共にするのが妥当か。そう嫌がるな。俺だって嫌だ。お前も嫌なのか？ああ、先ほどはっきりと分かった。お前は俺を嫌っているらしいが、俺も負けず劣らずお前が嫌いだ。礼を言う。僕たちは大変に気が合うらしい。いや、合わないのか？第七階層へと行こう。どの道私たちには前に進むしか選択がないんだから。よし、行こう。そして見つけた。さあ、褒めたたえるがよい。では、行くとするか。はい、アダム。ラジエル、行こう。うん。さようなら、アナビエル。さようなら、みんな。図書館も壊れ、ここも朽ち果てていく。もはや知識が集まる場所はない。君が作ればいいじゃないか。前向きに検討しよう。
なるほど、これはひどいな。対策を講じていたにもかかわらず、この頭への痛みはこのヘドロ化した魂のせいか。おやめください。ここに存在するのはかつて天国で暮らしていた者たち。この質量ではあまりにも無限に近い。無駄か。ええ、彼らに救いは永遠にありません。というよりももう救われているのかもしれません。ラジエル、大丈夫か？あまり大丈夫とは言えない。気持ち悪い。急ごう。あまりこの回廊にとどまるのがいいとは思えない。確かにな。では、邪魔な連中にはおとなしく消えてもらうことにしよう。無駄ではあるが、時間稼ぎにはなる。真剣デュランダル、梅雨払いだ。すべてを一切合切吹き飛ばせ。しばらくはこの状態を保っていられるか。やがて先ほどと同じようになるだろうが、少なくとも気分よく第七階層へは行けるはずだ。はい、ありがとうございます。では行くぞ。ここは新宿だな。ひどい正気だ。参りましょう。早くヤコブのはしごを見つけなくては。その前に支配者がいるかどうかを確認しなければならないだろう。あら、そういえばそうでした。歌舞伎町の方に行ってみよう。確かに魔力の密度が濃いな。もっとよく見ると魔力があそこに集中しているのがよくわかる。何かがいるのかもしれない。行ってみよう。これはラファエル、それにガブリエル。これがラファエルとガブリエルなのか。なんだあれは。
ラジエル、確認したいんだが、この像が本物のラファエルとガブリエルなんだな。そうだと思う。うん、これはラファエルとガブリエルだ。おそらくだが、自らが望んで変化したらしい。こうなることを望んだ？どうしてだ？ともかく、ラファエルとガブリエルが魔力を放出して、あのビルを守っている。どうすればいい？ひとまず、魔力を止めなければ。空間属性追加、火レベル3。なんだこれは。まだいる。まずいな。ラファエルとガブリエルが生み出している。止められるか。時間がかかる。少し待って。来たか。傲慢の銀獅子。もう少し。アダム、どこにいる？あいにく今は忙しい。たまっている。おい、まさかそっちに。なんだ、応援を止めたくない。だ、こちらもこちらで止めたくない。俺がいる。イブが狙います。わかった。こちらはこちらで何とかするから、お前もお前で何とかしろ。幸運を祈る。お互いに祈りを伝えているのは何か。お前のためじゃ、イブのため。なるほど、確かに。それでは俺もラジオの人に祈るとしよう。ラジオは幸運。お前だけはくたばってしまえばいいぞ。どうか。ラジエル。せつだ。ラジエル、どうした？私は。ラジエル、しっかりしろ！一体何が？なんでもない。本当に何でもないの。ラファエルとガブリエルはすでに死んでいた。彼らは
死に際に自身の体を一種の装置にしたみたい。あの魔力の壁で建物を包み込むため。どうやらここの支配者は他ならぬこの二人だったみたい。生きていたか。ラファエルとガブリエルですか。そちらは何かあった。鋼鉄の天使、生物とも機械ともつかない連中に襲撃された。それ以外に目ぼしいものはなかったな。強いて言うならば、東京都庁舎を守っていた魔力の壁が消えてなくなったことでしょうか。なら、行くか。ヤコブのはしご。行くぞ。あまり急がなくても。アダム。なんだ。天国にたどり着いたら、それでお前の役割はおしまいか。殉教する。それは神がいた場合の話だろう。メタトロンは天国を支配している可能性が高い。ということは、逆に言うと神はメタトロンの暴虐を止められないのだ。それを神が人類に対する試練と考えているならば、それでもいい。だがもし神が止められない状況に陥っているとするならば、どうする。それは。新たな神にお伺いを立てるのか、それとも自分で選択するのか。分からん。分かれよ、アダム。さもなきゃ立ち止まるしかないんだ。ならお前はどうする。クグツトラミという女の子を助ける。彼女が平穏な生活になるように努力する。その後は別にどうでもいい。どうでもいいわ。死ぬまで生きるだけだ。クグツ・ソラミ。ふん、そうだな。いまいましいが、お前の言うことももっともか。イブ、お前は何がしたい。天国へと至った後、お前は何がしたいんだ。お前の望みを叶えてやるべきだと思ったんだが。私は
何もありません。あなたと静かに過ごしたい。ただそれだけで十分です。そうか。到着したな。ここで間違いないのか。大地があった、建物もあった、木々もあった、動物もいたはずだ。なのにこれは。まあいい、行くぞ。奇妙な感触だ。これはまるで作りたての世界、そんな感じだな。なるほど。膨大な量のアクアビータを使って天国という存在そのものを塗りつぶしたらしい。アクアビータはどんなものにも姿を変えることができる。無論大地にも。だがさすがに量が圧倒的すぎるせいだろう。変化するのはまだ先らしい。ということはやはりここは天国で間違いないのですか。ああ、かつてあなたが過ごしていた場所で間違いない。メタトロンの仕業だろうか。天国というのは天使と許された人間だけが住む土地。そんな神聖な場所にこれだけのことをやってのけるのは彼しかいないだろう。ここはすでに彼が想像した世界の天国。我々の天国は何もかも塗りつぶされてしまった。僕はソラミを探しに行きたいんだが。待って、その前に我が父を探してほしい。塗りつぶされた天国のどこかにいるはず。
道理ではあるが、どこかとはどこだ。そもそも神とは見えるものなのか。私も見たことはないが、感じ取ることはできる。ただどこに行けば感じ取ることができるかというと、あくまでこの天国は塗りつぶされただけだ。大体でいいから、場所がわからないか。努力してみる。ここら辺だったと思う。どうすればいいのか。セファ・ラジエル。あの本ならば何とかなるでしょう。ラジエル、全てをねじ曲げるあの本ならば。それは イブ、どういうことだ。ラジエルのレゾンデートルはご存知ですか。いや、知らない。彼女のレゾンデートルは記録。本来彼女は記録するだけの天使です。真実を書き、知識を与える。それが彼女の役割だった。セファー・ラジエル、起動。ですが、あの本は例外中の例外なのです。この世のどんな魔導書や気候本よりも貴重なあの本だけは。そう、誰も彼もが信仰した。アダムもノアもソロモンもアブラハムもヤコブも、この本の知識によって神の与えた試練に挑んだ。天使たちの間ですらそれは常識であり、神にすら影響を与えた。そう、セファー・ラジエルに書かれたことは全て真実だと誰もが認識した。そしてラジエルはあの本の著者、あの本に唯一記録できる存在。つまり、虚偽も真実も含めて本に書かれたもの全てを現実にフィードバックする。それがラジエルの力。ラジエルが持つ本の力です。レゾンデートル、可変、スパイラルカルマ、我が眼前に神あるべし。これが神なのか。私たちをお作りになった。美しくもなく、醜くもなく、ただおぞましく冷たい、
生命から最も遠い場所にいる存在、それが我らが父、我らが神の正体。こいつは生きているのか。生きていらっしゃるはずだ。生きていますわ。いえ、生きているというのは命あるものに使うべきでしょうか。存在しています。問題はだ、我々の言葉をこの生物は解釈できるのか、コミュニケーションは成立できるのか。通じるはずでなければ、我々がこれまで聞いてきた神の声は何もかもが幻聴ということになる。だけど会話ができたとしても、それが救いになるのだろうか。なんだ。警告、次元加工中、本機は3次元まで失墜、物理法則に拘束されます。リブートまで残り時間5秒。各種デバイス初期化、メモリーエラー、カット、クリエーションスクリプトチェック開始。ラジン、交代しろ、早く。チェック、エラー発生、基地のファイル破損を確認、廃棄作業開始。エラー、エラー、エラー。警告、破損したファイルによりリブート後のスクリプト実行は不可能、これよりエラー物理的除去を開始します。問答無用だな、これは。さて、これが通じるかどうか試して見るか。限定空間次元速攻開始完了。これは拉致が空きそうにないぞ。どうする、天道刹那。僕に聞くな。大体お前だって大雑把な方針は決まっているだろう。ああ、スケールは違うが、要は徹底的に押しつぶした方の勝ちということだろう。そういうことだ。物量勝負だな。というわけでだ、巻き添えを食らう前に貴様はさっさと離れろ。お前が離れろ、巻き添えにするぞ。あの二人とも仲良くね。嫌だ。クリエーション第一弾、強制発動します。フィアタルクス。
アルキストラテーゴス。ラジエル、こちらは手一杯だ。自分の身は自分で守ってくれ。分かってる。セブンビースト、フルファイヤー。アダム、少し下がれ。問題ない。いいから下がれ。資源の人類であるはずの俺が、天使たちに祝福された聖なる兵装を使い貴様を滅ぼすことになるとは、皮肉である。我がレゾンデートルは祝福なり。神明裁判、我はあなたを弾劾する。あなたは邪悪であり悪魔であり敗北すべき存在である。行くぞ。アルキストラテーゴス。クルタナ、アスカロン、コラーダ、ティソーン、ロンギヌス、これで終わりだ。我が神よ、我が創造主よ、逃げろバカ野郎。広域神滅兵装、ミトラース。この世は全てが動かしている。なんだこれは。
消火剤。これは炎の柱。かつて神が彼の肉体を使って生み出したもの。つまり出てきたというわけか。間違いない。リブート開始。不正処理。エラー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 。かつてある人間が言ったな。神は死んだと。今日この瞬間、その言葉は真実となった。神は死んだ。メタトロン。もはやこの世界に神は存在しない。人間を自分に似せたと虚偽を振りまいた、おぞましい形状の化け物は存在しないのだ。久しいと言うべきか、メタトロン。お前がやってきたことを今さら断崖する必要はないと思うが、それでも問いたい。なぜだ。なぜ、なぜと問う。神の秘密ラジエル。ではお前に問おう。あの姿を見て、それでもお前は神を信仰できたか。メタトロン、お前は見たのか、この神の姿を。見てしまったのか。ああ、見た。だが最初に見たのはゲテルだ。ゲテル。彼女は私にすがった。神の姿を見てしまった。神がいかなる存在かを理解してしまったと。私は彼女に教えられ、彼女の目を通して神を見た。くだらない。生き物ですらない。私はその時自分自身に誓いを立てたの。いつか必ずこいつを倒すと。こんなものの分際で、これは地上を浄化するための大洪水を起こしたのだ。その挙句に壊れた。壊れて震災を起こし、あまたの世界を滅ぼし、ヘブンを血で汚した。これを罪と言わず何とする。メタトロン、一つ聞かせてくれ。震災を起こしたのはやはり我らの父なのか。それ以外に誰が。もうこの世界は終わりだ、ラジエル。お前も分かっているだろう。何もかも終わりだ。違う、まだだ。まだ終わってない。ああ、そうだと。我々はまだ終わっていない。我々の行き着く先はもはや未来しか存在しない。だが、その未来は全ての過去を葬り去った世界だろう。それがどうして。過去の亡霊よ。私が作る未来に過去など必要ない。ラジエル、セファーラジエルを捨てよ。それは過去のものだ。この本でかつてあなたも天上の知識を得たはず。それを捨てろと。
過去だからな。はあ、辛かったのか、それほど苦しかったのか。さあ、今となってはもうどうでもいいことだ。いずれにせよ、すでに俺たちとお前とは敵対している。そろそろ殺し合いを始めたいのだが。アダ、他の3人はともかくとして、お前と私とは戦う必要がない。何？お前は天使たちが作り上げた未来のアダム。この過去の世界はふさわしくない。我々の元へ来るんだ。ザレ事を。ザレ事ではない。お前を作り上げたのは生き残った天使たち、すなわちラジエル、カマエル、レミエル、そしてこの私だ。誰も私に気づかなかったんです。私はいついかなる時でもパンドラにいた。ただの天使として、ただの悪魔として、ただの人間としてな。お前に俺が作られたとして、それがどうした？ほう、父親に逆らうな。黙れ。お前は先ほど他の3人と言った。イブを救いの対象から除去した。許せぬ。俺にはそれがただ許せぬ。あのセリフを吐いた時点で、お前は俺の敵だ。父であろうと兄であろうと、お前は俺の敵だ。ダメ、アダム、ダメです。問答無用。確かに、もはや問答は無用だな。お前は天使が作ったと言っただろ。我々がお前に何のセーフティーも仕込まないと思ったのか。お前は私を傷つけられない。邪魔だ。出来損ない。イブはアダムに付き従うしか能のない女。これもいらん。ラジエ、本を捨てない過去にすがりつくお前も不要だ。じっとしていてくださいませ。これで残り一人。ソラミはどうしてる？彼女は新しい世界の新しいイブだ。その名は古い。ソラミはどうしたのかと聞いている。ソラミ！
グツソラミ、君のレゾンデートルを起動させる時だ。はい。では未来の扉を開け。あ、見つけた。そこには希望があり絶望があった。そこには悪意があり善意があった。そこは楽園と呼ばれ地獄と呼ばれた。あまたの矛盾を内包せよ。あまたの要素を内包せよ。あまたの可能性を内包せよ。そしてそれらすべてを捨て去り単一を選択せよ。進むべき時間よ、止まるべき時間よ。その扉に身を委ねよ。その扉に身を捨てよ。世界はすべて断ち切られた未来のために。イエルザレム。スラミ！メッセンジャー、彼女を頼む。かしこまりました。というわけだ。あとは君たちを倒し、私と彼女、そして未来へとつながる者たちがあの扉から出て行く。このくだらん現実と切り離された希望に満ちた未来へな。暴食の罪よ。良心なき快楽、知恵も誇りもなく、ただひたすら食らい尽くす汝が姿を世にしません。その刀は。白山姫カバネム、もともと私が与えたものだ。我が全ては未来のために。切られた。電網師、あらゆる現実空間に強制的に介入するプログラム。右腕のステータスを遮断した。そう簡単に修復はできまい。
メタトロン、お前は天使だ。天使である以上、虚偽は許されぬことだろう。一つ質問させろ。なんだ。お前は自分が作り上げる世界はこうあるべしなどと考えているわけじゃない。お前は単に過去が嫌いなだけだ。蔑まれた記憶、崇めたものからの裏切り、そういったものがごちゃ混ぜになって、ただ何もかもが嫌になっただけだ。違うか。どうしたメタトロン、煩わしいくらいの殺気を出して。今の言葉が気になったか。え、小心者の大天使。いいだろう、お前の傲慢をさばいてやろう。投げるぞ、使え。アルキストラテーゴス。その刀はな、大芝鋼のものだ。お前が使うな。私のものだったのだがね。それでは君たちに未来を見せてあげる。ミトラース。では最後、何か言い残すことはある？生き残ってから伝えることにする。ミトラース、モードリジェクト。人は大地に生え、ここは貴様のいるところではない。言われなくとも。ち、せつな。やってやる。
ならエデンの東を管理するケルイン、彼の役割は人間の拒絶、アダムとイブが絶対に楽園にたどり着けぬよう。この技はその伝説を基盤として構築された。人間は地上で生きるべきだ。エデンの光は我がものである。アダム、何をやっている。天道刹那、お前こそ何を。黙れ、そして行け。まあ遅かれ早かれ同じことではあって、自身を犠牲にして他者の命を数秒長引かせるとは、いやはや君は生贄の羊にふさわしい。何、どうせその身を神に捧げようと思っていたのだ。それが君のレゾンデート、苦しまずに楽に。何か言いたいことで。それは俺の生きるべき目的などではない。生贄になど断じてならん。いやいや、それが君の人生さ。作られ働かされ、そしてここで無意に死ぬ、ダミー・オスカーにはふさわしい死に様だ。そうだな。そこで何をしている。降りてこい。見下されるのがそんなに嫌だったのか。この世はすべて機械が動かしている。
神など存在しない、神になどすがらない、神に祈らない、神を信じない、神を求めない。我らが求めるは自由、神の複雑怪奇な鎖から解き放たれるための挟みちぎるものなり。ユニバーサルマシン、時の氏神、これより魔気にして西方を鋳造する。神剣ディオスクロイ、さあこの僕を拒絶してみろ、メタトロン。黙れ。諦めろ。お前が作ろうとしている未来はおぞましいディストピアに他ならない。お前が全てを管理し操作するのならば人間すら不要だろう。何が悪い。こうなるに至ったのはお前たちの責任だろ。君は失敗しない。君はこういう結末を迎えたりしない。私が管理する世界は完全だ。そういう世界はな、一人で作って一人で消費しろ。リジェクト。爆殺前段ゴルディアス。なぜだ。それがこの武器の役割だからだ。お前がその武器に拒絶と支配の力を込めたように。この僕、天道刹那の生きるべき理由だ。大天使メタトロン、お前の夢も希望も生きる理由も全て理不尽を上回る大理不尽をもって僕が打ち砕く。ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな、ふざけるな。お前の過去は知っている。神になろうとした失敗作め、100億の人間をその口一つでほぐった大罪人めが。私がお前に打ち砕かれるはずがない。打ち砕かれていいはずがない。神たる神がまがいものの神に敗北するなど。いいや、メタ殿、僕も貴様も
どちらもまがいものなんだよ。お前も神になどなれやしない。抜かせ。そんなものが神であるものか。それが神なんだ。そうならなければいけないんだ。やだ、お前の言っていることが正しいなど認めてたまるものか。我が全てをかけて認められん。全存在を否定する。しなければ私は私でいられない。ミトラース、封印解除。先見ディオスクロイ、あなたの束縛を断つ。行くぞ。そこだ。よみがえれ。
何？なんだ。そうか。私の負けか。僕の勝ちだ。かつて私は人だった。大洪水という理不尽を許すまいと神すら弾劾した。私は神に拾い上げられ天使となった。蔑みもあった、妬みもあった。だが私にはあまり気にならなかった。天使であろうとする自分で精一杯だった。気づけば神の最も近くに存在するものとなっていた。だが神はやはり遠かった。姿すら見えなかった。ゲテル、助けて、メタトロン、助けて、助けて、助けて、お願い、見たくない、見たくないの。私は見てしまった、我が父のお姿を確かにこの目で見てしまった。どんなお姿だったんだ。見てみればいいじゃないか。私が見たものをさあ見てみるがいい。
ただ誰も悲しまない世界を作りたかった。ただ誰もが笑える世界を作りたかっただけだった。ああ、私は道を間違えたのだろうか。いや、間違ってなどいない。何？間違ってなどいない。自分の世界を、未来を守るためにやったことなんだろう。たとえ手段が誤っていたとしても、それだけは誇っていいことだ。私は努力した。そうだな。そして君に敗れた。それはもうどうでもいいことではある。だが未来だけが心配だ。未来は僕たちが作ろう。過去の亡霊のくせに未来とは。それにお前は。ステイシくらいにはなれるだろうさ。誰かが僕の後に石を積む。積めなくなれば、その後にまた誰かが積む。過去をやり直すことができないように、未来を作り直すこともできない。そうだったのか。私の世界に欠けていたものはそれだったのか。ようやく分かったのに、ようやく理解できたのに、これで終わりか。終わってしまうか。ないな。いや、まだだ。そろそろ出てきたらどうだ、メッセンジャー。ええ、分かっております。もう終わりだ。メタタロンが死んだ今、この世界を打ち滅ぼす存在はいない。神も死んだ。何もかも終わったんだ。いいえ、まだ終わってはいません。戦う気か。戦ったところで私に勝ち目はないでしょう。レゾンデートルを見出したあなたは、あらゆる理不尽を打倒する存在だ。付け加えるならば、アダムもいる、ラジエルもいる。こんな状況を打開できるほどの力を私は持ち合わせていませんので。なら空見を渡せ、今すぐにだ。彼女のことが心配？当たり前だ。彼女のことを愛しているのですか？ああ。例えば、
彼女がイブで、彼がアダムで、結ばれる定めにはないとしても問題ない。強奪する。そうですか。それはよかった。私としてはアダムの方がいいのかもと思いましたが。少々お待ちくださいませ。クグツソラミを連れてきます。刹那。ソラミ、おいで。せつな！せつ！ありがとう。ううん。せつな。だよね。天道刹那だ。私のこと覚えてるよね。君こそ僕のことを覚えているのか。覚えてるよ。天道刹那、かっこよくてちょっと変で楽しくて綺麗な目をしている男の子。かっこよくはないが変ではないと僕としては主張したい。そこは訂正するんだ。怖かった。もう会えないかと思った。夢じゃないよね。自分をつねったら痛かったし、戦っている時も痛かったから、夢じゃないだろうな。私とキスしたの覚えてる？屋上で。ここだけの話、僕はあの時酔っていなかった。知ってたよ、そんなこと。泣いていいかな。状況が状況だっただけに仕方ないとは思うけど、できれば僕は君の泣き顔は見たくないんだ。でもごめん、泣いちゃう。だって嬉しくて嬉しくて。なんかじゃない。刹那との思い出だけが私の全てだったの。だから、だから。終わったの？
ラジエル、メッセンジャーの大群はどうすればいい？とりあえず縛るかな。だそうだ。おとなしくバクについてくれるだろうか。仕方ありませんね。あなたたちだけならともかく、リリスが来た時点でもう終わりですか。おはろう、元気そうで何よりね。あれ、リリスって私たちのこと綺麗さっぱり忘れているんじゃないの？忘れてたわ。まあでも大丈夫、メタトロンの死がきっかけでほぼ全部思い出せた。よく頑張ったわね、セツナ。大したことをしたわけじゃないさ。大したことよ。あの神に最も近かった大天使を打ち果たすなんてね。あ、でちょっと聞きたいんだけど。あなたたちこれからどうするの？ソラミは未来に帰らなきゃいけないとしても、セツナは？え、私ここにいちゃいけないの？いちゃいけないじゃなくて、いられないという方が正解かしら。メタトロンが死に、過去と現在と未来がつながり始めたの。ソラミは未来の存在だから、このままここにいても存在が未来に引っ張られてしまうわ。下手するとプチンよ。プチンって何が？あなたの体が怖いよ。そうだから、ソラミは未来に帰還することが確定。さて、刹那はどうするのかしら。そんなの聞くまでもないよね。約束したでしょ、一緒にいてくれるって。ああそうだね。あら、まあそんな約束してたのね。だったら仕方ないわ。問答無用で未来に行きなさい。たとえどんな運命が待ち受けているにしろね。どうしたの？なんでもない。行こう、ソラミ。君の世界へ、君の未来へ。多分あっちじゃないかな。ねえ、何をしてほしいの？何でもするよ。本当に何でもするんだから。
あなたがしたいこと全部何でもするの。だって約束したでしょ、私の生きるべき道を探してくれるって。私分かったんだよ。それでようやく分かったの。あなたとずっとずっと一緒にいる。あなたから決して離れないし、あなたから与えられるものは何でもいただくの。だからお願い、一生のお願い、死なないでよ。お願いだから死なないで。何でもするからお願い。私はあなたがいないと生きていけない。私あなたが死んだら生きていけない。ごめんなさい、変なこと言ってごめんなさい。でもだってやだよ、死なないでよ。死んじゃやだよ。お願い、お願い、お願いだから。どうしたの？起きて。何でもするよ、私何でもするんだから。